はい、こんにちは。本日は2017年4月の20日でございます。世間ではソニーがα9 を出したということですごく盛り上がっておりますが、本日はペンタックスの話でございます。こちらにあるペンタックス K1 でございますが、昨年2016年の4月28日に発売されました。私も事前に予約して、で、まあ、発売当日にはちょっとね、熊本地震の影響で手元に来なかったのですが、まあ、翌日の、4月29日に、無事に受け取って、で、おそらく日本人最速の、まあ、開封動画とか、まあ、その後も何回かね、K1 の動画を出しましたけど、ペンタックスのカメラとしては、3回目です。初期不良に当たってしまいました。というか、当たっていたようです。その当たっていたようですっていう言い方からして、まあ、気づいたのが、買って半年ぐらい経った昨年の10月か11月ぐらい、その時に初めて、あ、これは初期不良なんだということに、気づきました。で、それから、まあ、半年弱ずっと修理になかなかね、出すタイミングがなくて、ずっと、まあ、初期不良のまま使っていたのですが、まあ、先ほど言ったようにあと1週間近くでこれが、発売1年となります。発売1年を超えてしまうと、ちょっとね、その無料のサポートというか、初期不良とかに対応するその期間、1年のね、期間過ぎてしまうので、まあ、これはということで、今から、まあ、その修理というかサービスの方にね、出したいと思います。ちなみに、K30 そして K3 って、初期不良に当たったのですが、まあ、前回の K3 の、動画は、まあ、この概要欄に貼っときますので、まだ見てないという方、まあ、ちょっとどういうのだったかって気になる方は、YouTube 見に行ってみてください。ちなみに今回のこの K1 がどういう、症状なのかと言いますと、まあ、Twitter とか、SNS には書いてますが、例えば絞り優先で撮りたいって思って、ここのモードダイヤルをカチカチカチって回してもね、ほら変わらないんですよ。絞り優先とか O と P、いろいろね、モードはありますけど、全部ね、マニュアルでしか撮れないという、そういう初期不良でございます。しかし、まあね、ちょっとこのまんま使い続けるのは、まあ、普段マニュアルでしか撮らないので、何ら問題はないのですが、一個だけ気になるのが、B ですね、 B バブル、ん？バルブで撮るときがやっぱそのマニュアルでしか撮れないので、シャッタースピード30秒までしか行きません。それがね、ちょっと、もっと長い1分とか2分とか、任意のね、シャッタースピードで撮りたいときに、まあ、それが使えないので、ちょっとそれが困ったなということで出したいと思いますけど、その間、この K1 がない間は、まあ、その間にね、なんか写真撮るっていうことがあったら、まあ、今まで使ってた K3 でなんか撮りたいと思います。はい、ということで今回はこの K1 初期不良に当たって、もうちょっと1年経つから、修理に出すよという動画でした。では